メリークリスマス、私は忘れずに言えましたよ。<laughs> さっきね、そう、表で入るときに、スタジオに入るときにね、そうなんですよ。前の番組のメンバーが言ってたので、あ、そうだそうだ、ちゃんとこういう挨拶をしなきゃと思いながら、はい、私も始まりました。さあ、えー、主婦帯金曜担当、玉木よしのの,ののスタイルスタートでございます。さあ、正午もありまして、こちら、あ、今、今、今開示してる大丈夫ですか、はい、はい。さあ、ツイキャスの方もスタートさせていただいておりますよ。あ、これからかな はい、始まりますね。さて、12月25日、クリスマスの日です。皆様はどんな朝をお迎えになりましたでしょうかねえ、まさかの沖縄は雨模様ですけれども、それでも、クリスマスっていう言葉だけで、その響きだけでテンション上がるよっていう方も、いや、クリスマスを普段と全く変わらないっすよって方もね、いらっしゃるのかもしれません。 今ね、ツイーキャスでリスさんが、クリスマスは告白のチャンス。なんかね、いろんなネオンとかさ、そういう雰囲気で気持ちも盛り上がって、普段できない言葉も言えそうだよね。そして相手もなんかわかんないけど、この雰囲気で、うん、ぜひって感じで言えそうな、そんな感じがしますで。雰囲気にこう、手伝ってもらって、自分の思いを伝えるっていう日にしてもいいかもしれませんよね。まあ、それが25日に恋が、まあ、夢が叶ったとか、 でその思いが届かなかったいろいろあるかもしれませんがまあ、そんなエピソードもこの番組に欲しいですねぜひねご紹介させてくださいさあ私の1週間なんですがやはりクリスマスに向けて進んでおりましたはいあのまずはあの子供たちのね保育園のプレゼントのまあ、このね、えー、ブーツに 詰める作業とかね、これお母さんたちの、はい、役割だったりするんですが、まあ、そんなこととか、あとは、まあ、あのサンタ産業も忙しくしておりましてですね、はい、うちの娘ちゃんはもうこの状況をよく分かっているので、はい、あの下の息子のこの思いをですね、私たち親と共に受け継いでもらってですね、 今回ラッピングをしてもらったっていうね <laughs> 弟くんのこのプレゼントを娘ちゃんが、まあ、長女がねあの10歳なんですがその子がやってくれたっていうねそういったことになってます。はい、あの現実もももも見てててらいつつそししでもあのやはりあの10歳の娘にしても 楽しみなクリスマスなので、はい、彼女がすごいあの欲しがっていたものも一応こう、あの与えることができたんですけれどもね。でも世の中には、クリスマスといっても全然こうね、あの、食べるものに困ったりとか、あの、病気とかね、いろんなことで、なかなかその日を楽しんで迎えることができないような地域とか、まあ、世界各国いろいろありますけれども、そういった方々のことも思いながら、少し子供たちにもね、あの、今日クリスマスを迎えることができるってすごいことだよって、あの、健康でね、ご飯食べるものがあってね、あの、お家があって、眠る布団があって、 そして今、今日クリスマス、サンタさんからプレゼントをいただいたことっていうことも大事にしていこうね、みたいなことをちょっと話したんですけどね。は,い、はしゃぐだけでなく、いろんなことをまあ思うね、まあ、年末ですから、一日にしたいなと思っております。まあ、わちゃわちゃいきますけどね、この番組ね。<laughs> はい、そして、太郎モさんから、もうね、すごいですよ、写真がさ、私と太郎介さん。<laughs> が一緒に映ってるものがアップされてるすごいねこの気の使いようありがたいです年末テンション上がります今日はあの、ね、主婦オブ金曜私もラストの放送になりますので年末がですよですので嬉しいですねありがとうございます吉野さんめぐみさんこんにちはということでありますねそしてリスさんがあの先ほどに続いて、えー、大晦日は別れの予感えリスさん今彼女いるのかなそして別れるんかな もうね、不思議なことばっかりですね。ツイキャスもなんか大荒れになりそうですけれども、ぜひみんなで討論会ね、していただきたいと思います。<laughs> さあ、今日はですね、この一日の時間帯のプログラムを言いますと、実は私、目の前にムーネー先生がもういましてですね、あの、警備員のように立ってます。ありがとうございます。うん、誰がちょっとおかしい人がいたらすぐにコッ、プってこうやってくださいね。お願いしますね。ギャラリーの方にも雨ですが、もしよければあの遊びに来てくださいね。いつもムーネー先生、ありがとうございます。さあ、番組の内容ですよ。戻ります。 いつもですね、オープニングトークを終えまして、一曲、曲をおかけした後に、女子力向上委員会のコーナーを 進めています。えー、本当に沖縄県内で活躍している女性とか、これから世の中にこう知られていくだろうという女性の活躍を、この、えー、コーナーでご紹介しています。そして今回は、まあ結びかなと思ったんですが、あえてそのコーナーではなくて、私が以前からこう、すごい興味のあった沖縄市役所の市民健康課のこの状況をですね、総まとめという形で、あの、紹介して、来年につなげていきたいなと思いますね。はい。今日はあの、食の話題を、えー、 25日の本日伝えていきたいなと思いますので、ぜひ皆様お付き合いいただきたいと思います。さて、ここでですが、主婦帯を聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせですよ。さあ、今週のリスナープレゼントは、沖縄残破岬ロイヤルホテルのランチペア券を2組様です。盛りだくさんのバイキングメニューを素敵な景色と共にお楽しみください。希望の方はですね、主婦帯リスナープレゼントと書いて送ってくださいね。 さあ、メールアドレスなんですが、761-at-mark-fm-coza.jp または 797-at-mark-fm-guinoan.com こちらまでですね、えー、送っていただきたいと思います。締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募お待ちしています。当選者は来週のこの時間、主婦帯で発表いたします。えー、なお当す、えー、当選、当選、 された方はスタジオに取りに来ていただくか着払いでの郵送可能の方とさせていただきたいと思いますご了承くださいさあそれでは先週カフーリゾート付着コンドホテルザオレンジのランチペア券 i ệ n は、えー、サッチーさんとサッチーさんだったかなザッチーさんかなザッチ,ーザッチーあザ楽天入りますザッチーさんと沖縄市の嘉十さんに決まりましたおめでとうございます嘉十さん嘉十 <laughs> さん カジュさんですね。カジュさんに決定しました。すごいですね。このメモ用紙読めてないっていうね。すいません。さあ、FM 講座の営業はですね、年内は12月26日までということで、明日までなんですよ。はい。そして1月4日、来年は1月4日からの営業となりますので、こちらもお間違いなく。さあ、ということでございまして、たくさん伝えたかったことあるんですけれども、中でね、おいおいね、紹介していけたらなと思っておりますよ。それでは、もうね、この時期、今月に入ってどれぐらい聞いたかっていう方、はい。 今日までしか聞けないと思うので、書 <laughs> けます。あえて私の番組でも行きましょう。マライア・キャリーで恋人たちのクリスマス。 さあ、なんだか、シャン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 クリスマスのイメージですね。ですね。さあ、12月25日金曜日、主婦帯、玉木吉乃の野の,の,のスタイルをご案内しています。この時間からはですね、えー、バンプオブチキン、スノースモイルを聞きながら進めていきたいと思っております。さあ お隣に来てくださったのは男性の方ですいつもでしたら女子力向上委員会のコーナーで女性の方からのまあ、ご案内などをさせてもらってるんですが今日はこの結びということでですね食に関する話題を届けたいなってずっと思ってたんですが今日は来てくださっていますご紹介しましょう今日は沖縄市役所から健康福祉部市民健康課健康推進係でいらっしゃるんですねそして管理栄養士の荒垣慎吾さんですこんにちははいこんにちはよろしくお願いします よろしくお願いします。なんか細い声で、ね、そしてまたスタイルも本当にね、あの。ルックスもすごく素敵で、お顔がちっちゃくて、鼻が高くて、なんかスマップの一人にいそうさ。<laughs> あ、名前だけ、なら <laughs> い、ると思うんですけど。慎 <laughs> 吾ね、慎吾、はい、ね、あそこも気づいてくれた。はい、ありがとうございます。でも本当になんか、なんだろう。ね、栄養士さんなんですよね。はい、そうですね。食に関して、で、さっきいろいろと、このなんでしょう。あの、まあ、打ち合わせをね、あの、本番前に始め。はい させていただいたただんですが、はい、結構ねあのパパでもいらっしゃって、はい、30代前半ではいらっしゃるんですけど、はいろいろと家庭のこともやってらっしゃるのがすごく私は関心であ,ありがとうございますいいなと思いながら今日本番も変えてます <laughs> 早速、ね、あのツイキャスからはもうリスさんがずっと叫びまくってますが <laughs> 赤カーディガンの慎吾さんクリスマス気分がまだ抜けてないぞ <laughs> いや全然浸っていましょうよ<だ>全然しかも皆さん、気づいてましたあのこの画面からご覧の方、ごめんなさい、私、ちょっとなんかおばちゃんみたいなスカーフやってますけれども、これもおしゃれでやってるんですが、私が今日ですね、ラジオを聞きの皆さん、グリーンのカーディガン、そしてなんと、あのねはい、荒垣さんが、はい、まあ今度あの、ね、あのポルシャス、まあいつも成功は着てるんですが、上からね、ちょっとこのえンじンの赤に近い、ね、カーディガンを羽織ってるわけ、かっこいいでしょだってこのチノパみたいな感じに、はい この園児のカーディガンを羽織れる男性って皆さん想像してもらっていいですか <laughs> ラジオ自由なんで <laughs> もう本当にかっこいいですからね <laughs> はいでリスさんから赤カーディガンのあそうか読んでる読んでる読んだね、AM、読んだからそれ話したのね <laughs> ごめんなさいね、はい、ラジオ機きの方吉野さんどこ読んでるのとはい。右左見ながら進めています、はい、さあそんな、えー、荒垣さんに伺いますがなぜ荒垣さんに来てもらったかというと、はい、FM 講座の番組では結構な あの比率で多分ご登場いただいていると思うんですが、はいはい、私もあの食のいろいろ資格を持っていまして、はい、ローフードマイスターというちょっと究極のものなんですけど結構食に関してはあの意識しながら日々生活をしております、はい、そんな中であのまあ市民健康課のまあ皆様パソコンを見れる環境にある方は見ていただきたいんですけれども <laughs> いろんな料理教室の取り組みを近年すごく熱心にされているのをずっと見てたんですね。どのこの、はい 企画ももすごくいい、はい、いいととこ狙っててんんなと思いな思がらいつも見てたんですよ <laughs> そして、まあ、あの一番私が興味を持ってるのは男、はい、男の人の男の人料理教室、はい、これにビビッと来て<あ>見た時にそうそうこういう料理,料理教室もっと増やした方がいいよ県内全部と思ったんですね。<laughs> はい、で、まあ、あの沖縄市役所の方ではもうずっと市民健康課ではやってらっしゃってその発案者がなんと。 垣さんの言葉からだったそうですね、まあ、ちょっと、ポロッとしたた一言だったんですけれどそれどそちょっと振り返っていただくと、はい、その当時の次年度何やろうかっていう事業のやっぱり話っていうのが大体いつも10月頃出るんですけれどたまたまですね沖縄市って食に関する計画なども作っていて、うん、でその中身でこう若い男性の朝食欠食率とか、うんうん、あと肥満率の高さっていうのがやっぱり大きく気になっていたので。なるほど やっぱりそういった人たち向けの料理教室なんてあってもいいんじゃないですか、うん、ってポロっと言ったらもところをあそこあ,あれかけそ<く>いいよそ,それ決定いこうそうなんだでもそんな、まあ、すぐ決まるってことはそれぐらいに意識もしてただろうし、はい、朝食を召し上がらない方、うん、あと肥満率も高いしねな沖縄市からもどんどんこういうふうに広げていこうよっていう思いで始まりました。はいうん、実際に 始まったたた時の告知ししに反応いかがでそうですね、去年からこれ、講座やってるんですが、去年はすごい反響よくて、定員一応、の設けてるんですね、それをもう超える感じで、一応、年齢枠も若い世代向けということで、代代からというでもなんか、若い世代って言いながら、かなり幅広いなと私は思ったんですけど なんですが、六十代以上の方でも、やっぱりぜひ参加したいっていう方も、結構お電話がありましたね。この理由の、はい、参加したい理由って、一番何だったんですか。そうですね。うんうん、やっぱり、あの、自分で料理ができるようになりたい。っていうのが。そうかはい やっぱりそういういい方多いはずよね近、ね、年こういう番組も多いし、はい、テレビでもラジオでもん、はい、でなんかこう普通にできてると格好いいだってもこみちくんとかさ、はい、みんな普通にタレントさんなんかも普通にやって料理本とか出すじゃない会員のね、はい、あの天野さんとか出すごいみんな 結構当たり前にできて,てなんて当然みたいな風潮っていうか、まあ、そうじゃないのかもしれんけど、うんはい、女性の私たちから見ても別に結婚してるから、うん、パパだからとかそんなんじゃなくてきっと一人一人が食に関してもっとなんかこう興味を持って、うん、台所キッチンに立って鍋を動かすシーンがあっても全然いいよねねそうです私はまたも昔からうちの父もう、はい、まあい下手は別にして、ええ、キッチンに立っているのは見ていたもんですから。 別にそれを違和感も感じなかったですし<ー>またこう周囲ですかね、はい、友人もこういった料理とかそういったのに興味持ってる友人も、はい、いたのでもう全くこう違和感なく。はい、うん 今に至るわけですね。はい、そっか、でもあの管理栄養士になったきっかけっていうのは何かあったんですか。はい、ちょっと遡りすぎてますけど。そうですね。はい、もともと食に関することを何か大学でやりたいなっていうことだっただけだったんですね。えー、おもろげに。えー、で、えっ、ー、と、まあ、一度大学受験ちょっと失敗してまして。そ<ー>の時はただ食に関することで、ただ県外に出たいなぐらいな形だったので。なるほど。はい。 もうとりあえずどこか適当に受けてればいいやぐらいなスタンスだったのでまずは職に関することじゃみたいな、はい、そこはブレないんだけど、はい、とりあえず場所はどうであれっていうところですねでやっぱりまあ この程度の動機だったのでうん、うん、やっぱりあ、まあ、見事にこう大学受験一応失敗しましてそこが現実だったのかな、はい、でそれからですよ。でその後やっぱりあのそれともやっぱり食に関することでやりたいなっていうことでうん県内の大学って全く見てもなかったんですけれど調べたら龍大の方にこういった栄養士養成課程のコースがあったのでじゃあこっちと思って。うんええ それでまずも栄養士の免許を取りに行ったという形ですねはで今ね、30代前半じゃないですか、はい、でいろんな企画もされていてもう市民健康課の一人として頑張っているわけなんですけど、はいはい、でも、この男の料理をこう振り返ると、はい、平成27年度まさに今年なんですが、はいはい、11月1日、11月15日、はい、そして11月29日で、まあ、3回の講座を終えたわけなんですけど、はい、実際にどんなメニューに皆さんトライされてたのかなという人気もあった、ね、あ講座なんですが。はいはい、そうですね 1> 第1回目は、うん、あの一応この講座のなんて言うんですかね目的自体が本当にもうどしろと一切お米もとげませんとかっていうレベルの人から少しずつこうステップアップしていきましょうっていうことだったので、うんうん、はいで1回目は一応まあ米研げは今回できる人ばっかりだったのでよかったんですが、はい、まあ出し取りをやってもらって、うん、でまあ ちょっとした味噌汁を作ってもらったりとか自分で作るのが何よりも美味しいですよねあとはまあ 包丁とか火をもう第一回目はあんまり使わない料理っていうことでちょっと手でちぎったりとかできたりするそんな形でだんだんと段階を経てというか出し取りとかそういうところから始まってでも嬉しいよねそうですねなんかこう料理できる知喜びって楽しいどんなこともそうなんですけどあと習ったにまにお家に帰ってねちょっとお嬢さんにとか奥さんにちょっと俺今日台所立ってみるわみたいな感じでやってくれるだけでもなんか すごいこの家族の雰囲気って変わるよね、はい、きっとね。そうですね、やっぱりあの、うん、こう一回目終えて、二、はい、回目まで二週間あったんですけれど。うんうん、やっぱりその間に、こうこれは作ったよっておっしゃる方とか。 結構いいらっっししゃったので嬉しいよね、はい、やっててすごく価値のあったというかそうです、ね、やっぱり意味はあったんだなと思うよね。はい、まあそこでまあ今回私終えた後のこの、ね、あの、まあ、ちょっとの振り返りになってしまったんですがでもまた来年度平成28年度もきっとあるだろうしきっとこれから市民健康家の活躍活動を、はい、ぜひ、ね、あのホームページからも、ね、逐一チェックしてほしいのいろんなところでこの、ね、あのパンフレットが出たりするはずなんだけど食に関心のある方そしてちょっと、ね、興味を持って家族にそう見せていきたいわという方は随時、はいね、市民健康を 健康課のホームページをチェックすることをぜひねあの来年からあの癖をつけるぐらいにやっていいんじゃないかなと <laughs> 結構いい情報をいっぱい出してるんですよでその他男の料理教室の他にもざざっとこんな教室があったんだよっていうのをちょっと紹介いただくと、はいねはい、今年度ってどんなことがあったんですか、はいはい、えっと私たちあのまあ栄養士が主にこうやってることとしては、はい、まあこの男の料理講座もあるんですが、はい、あの キキッッズクッキング教室ですねあこれもまた2パターンに分かれてまして通常のコースは、まあ、6歳幼稚園生ぐらいからのコースなんですが。うんはい 中には数回ですね3歳児からの超初心者コースっていうのも織り交ぜたりとかこの時はもう保護者は一切調理には関わらないものですからああと思いながらちゃんとこういろんなその都度のコースさんがちゃんと進めてくれるんじゃそのほかにもあとはそうですねこれはもうだいぶ前からやってるんですが親子の料理教室これも盛んに行ってますよね。 やっぱり親子で一緒に作るのでまたその後も親子の談談とかにもつながるっていうことをおっしゃってけるのでこちらも好評かなとそうですねこのコミュニケーションがねまたこれ増えていくんじゃないかなと思いますそして郷土料理教室っていうのも面白いなってちょっとこの郷土沖縄っていうところに目を向けてどんな感じだったんでしょうかそうですねここちらもとのの背景しては 今若い女性が郷土料理って作ったことない、うん、食べたことないっていう方が意外に多いっていうことが結構結構作ってるよねあんまり作れてないかも分かっているようで分かってないかもしれないですね、はい、という声が非常に多く上がっていたので、うん、こちらもまあ五年ほど前からですかねうん、うん、新たに立ち上げて実施している教室になるんですけれどもなるほどね、はい、なのででも。 講師もの方をお呼びして講師の々をずっと今まで見て検索していくとあの方もこの方も結構沖縄市内でも活躍されてる方いろんなところで活躍されてる方もお出になってるんですがこの番組にも来ていただいた料理研究家の沖縄市で一平の方でやってらっしゃる荒崎亜子さんとかも先生として出てたし神さんのおなじみューミタンの国ちゃんもやってましたし何かねすごく楽しいですね。はい 期待したいと思いますが、はい、さあ、そして二つ目、ね、告知があって、年明けすぐに一月、二、はい、月とありますね。はい、えっと、まず一月なんですけれども、一、えー、月二十二日の金曜日。はい ありますね。はい。こちら金曜日なので、あの夜六時半からのスタートになるんですけれども、えっと郷土料理教室の方があります。はい。でこちらもですね、あのやっぱり定員がありまして十六名ということで募集をかけているんですね。すぐ埋まりそうだし、大丈夫かな。今も結構もうお問い合わせ来てるんですけれども、やっぱり定員枠どうしてもいつも声がちなので、その場合はあのまあ抽選という形で。なるほど。はい。させていただいてます。はい。ちなみに六時半から八時半までということなんですけど、いつもね福祉文化。 プラザで行うんですが、旧正月に向けた行事食ってこと、これ興味ありますが、講師の方はどなたでしょうか。えっとコーラ雅夫先生とおっしゃいまして、コー先生。はい。あの松本先生、松本佳子先生。子先生。のところ、松本先生支持されて、あちらでいろいろお料理などな習ってらっしゃる方なので、じゃもう専門で伺いますね。本当に専門でとても詳しくてですね。あ、すごい。おすすめの先生なんですよ。なるほど。こちらもぜひねあの殺到するかと思いますので、皆さんお早めにね募集。 期間がし、あ今もちょうどっはい今募集期間中でして、で<え>郷土料理の方は1月4日までのお申し込みになってます。はいわ、はい、かりました。1月4日ですね。はい、であの15時までっていう形で区切ってますので、15時本当に過ぎたら即抽選に入ってる体制を取ってますので、うん、そうなんだ。オッケーオッケーわかりました。はい、もう一分で。 でも遅れたらもうアウトです15時3時まででよ皆さん、はい、ですねそしてあとね親子料理教室もね人気があるんですけど、はい、来年すぐに2月6日に行われますね、はい、土曜日ですけれどもこちらは時間帯ははいえっと2月ということで、うん、バレンタインがありますよねおーね今ニコニコしてますね慎吾 <laughs> さんね <laughs> うん <laughs> なので、はい、あの例年ですねえ<っ>あのー チョコをを使っったおやつ作りてていうのを2月に実施しんでも参加できる、はいね、方は一応皆さんこのラジオね市内の在住の子どもたちに一応になってるんですけどす、ね、親子さんになってるんですけども、はいはい、だったらこれね、はい、FM 小沢っていろいろと聞,聞こえてる場所範囲が広いんですけどす、ねはい、え今まで吉野さん聞いててちょっと待って沖縄市在住ってことでちょっとっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そこはもうねはい。はい 特に沖縄市内の皆様に本当に嬉しいお知らせかもしれませんね。うん、<laughs> はい、こちらがあの中山かなみさんが講師でいらっしゃるんですね。はい。はい、まだレシピはちょっと伺ってないんですけれど。楽しみですね。いつも美味しいものを作っていただいているので、今回もだいぶ期待していいかと。 わかりましたなんかいいねもうリスさんがねさっきから追加そのコメントですよ、はい、あ私が先ほどからずっと慎吾さんのことを褒めていたので、はい、慎吾さん、はい、<laughs> これが金曜名物褒め殺しです,ってうことですそうですねさっきから、はい、褒め殺されてましたもうもうだいぶ顔が赤いですよ <laughs> でカーディガン若いんですが顔赤くなってますすごい私すんげー褒めますからいやでもね本当本当のことしか言わないので結構私はっきり持ったものを言っちゃうのでね<あ>大丈夫です<あ>褒め殺しはないと思います <laughs>、はい、リスさんがこういう人が女子受けするんだろうな 悔しいですもっと雨降ってクリスマス台無しになれ、わーって感じですね、<laughs> もうね、こんなこと言うもんじゃないですか、も <laughs> で,でもね、女性受けするともう、慎吾さん、でねもっと、ね、ごめんなさい、リスさん聞いててよあの、食事を作るわけ、朝とか夜とかもねあの、奥さんも作る人なんだけど、本人も作るわけ、普通にちょっと聞いていいですか、さっきの話で。 朝ででいいすか今朝はですねあの日夜に子供連れてお野菜買いに行ったんですよ。お野菜ですよピーマンあってあと見たら赤ピーマンあれを食べたいって言ってきたのでああじゃあって緑と赤ですよねクリスマスからだと思ってそれとまたじゃあ白何かあるかなって見たら玉ねぎあったのでそれとでちょっとこう炒め物して朝から。 朝から聞いたりスさん、でもり <laughs> スさんだけも喋ってるけど、<laughs> はい、<laughs> もうさ、すごくないですか、しかも前、ひき肉があったんで、冷蔵庫ちょっと見て、あひき肉があるな、OK って言って、ちょっと朝、少しオムライスね、作ったりとかって、普通に言たわけ、あの今日お話を伺ってる、あのね、慎吾さんがよ、はい、荒垣さんが、あ、はい、って、普通にこんなことするんだと思って、はい、すごいね、料理って食っていうのがすごく家庭の中でも当たり前なんだね、はい、そうですね、はいで。妻がやるのが当然じゃあとかっていう、男子ではなく。はい ちょっと嬉しくなりました。<も>そういうのでも時々は思いますけどね、うんえっと。いつやるんだろう？あの、ほっといたら。 何ヶ月包丁握ってない時とかもありますからねあそっかじゃあ,たじゃあきっとあれさん夫婦は <laughs>、はい、結構慎吾さんが包丁握る機会が多いのかなって <laughs>、ねまあ、栄一さんなんかもしかするとパパがあの作ったらね, <laughs>、はい、<laughs> ねいいんだろうなってのはあるかもしれませんね、えー、でもね息子さんにいいね食育ですよねまさしくねパパが普通に作ってるよって感じで、はい、もうママも作った方がいいんだろうけどさ <laughs> そんな感じで普通にこの食というか料理というのをご自身も企画されてわからない家ではやらないじゃなくて企画をされているあれか牧さん、はい 自身がこのように職人以降、何とか前向きに、はい、あのトライされてるっていうのがすごくちょっと私は嬉しかったんですけど、あ,ありがとうございます。なので、男性の方に今日は来ていただきたかた、はい、女性の方は絶対なんか作ってたりするじゃないですかね。嬉しいですね。すごいよ。はい、もうさリスさんがさあの今からアフロヘアにしてきます。っていうね。<laughs> はい、お腹痛くなれってなりません、ね。パワー全開になります。で、ね、もっともっとあのすごくね。あのいい話ばっかりしてきました。<laughs> いや私もなんかさそういうのをカツをもらってしっかりと主婦業というかママ業頑張らなきゃってという思いと夫にもね来年は包丁を握らしたいんです私もともとは料理のことをって言ってた夫なんですがあんたが作った方が美味しいからさなんて言われないくるですてだから一応、なんでいいじゃんって野菜炒めから入っていいじゃんって言っていう感じでね今ね。 そういういふうなあの、まあ、あのお話もお話って大つけちゃった自分の夫婦のことになるに <laughs>、はい、そうあの、まあ、話をしてますけれどもぜひともあの夫婦で一緒に、ね、もちろんあの、うん、パパだけでも、まあ、ママだけでももちろんそうなんですが、はい、ちょっと包丁を、ね、使って、はいまあ、包丁を使わなくても本当に市役所の、まあ、市民健康課がこう提案する料理教室の中で、はい、いろんなパターンの料理を学ぶことができますので、うんはい、ぜひとも皆さん、はいねはい、参加していただきたいなと思います。ご参加くださいは ということで、もっともっといっぱいね、あの、男前の、お <laughs> ご殺しじゃないからね。はい。あの、荒垣さんにはいていただきたいんですが、そこの後また業務がありますからね。はい。ということで、先ほどは2つの郷土料理教室、親子クッキングね、教室のお話、募集の告知もさせてもらいましたので、はい、ぜひとも皆さん、はい。あの、早めに、まずはホームページからご覧いただきたいと思います。はい。はい、さていうことで、沖縄市役所から、今日はですね、市民健康課を代表しまして、管理栄養士さんでもいらっしゃいます、荒垣慎吾さんにお越しいただきました。 今日は本当にたっぷりのお話をありがとうございました。こそこそありがとうございました。さあ、先ほどからあのシンゴさんリクエストの曲もいっぱい流れていて、<laughs> あのバンポブチキンのねファンのめぐみちゃんはめっちゃ喜んでましたけれども。よかったです。<laughs> はい。で今日はこの番組シフン日のこの年齢層なんかを考えていただいて、はい、ラストにおかけする曲を選んでもらったんですが、はい、あ、はい。に何を今日は選んでいただいたんでしょう。うね、今日はあの、はい、えっとケミストリーの。<お> 久しぶり聞くわ。はい、マイギフトというん。また、これまたいい声でいい曲だよね。はい。もうさ、リスさん、聞いた今、この曲、主婦帯のことを考えて、今日選曲したったよ。<laughs> ケミストリーの。はい、それで、マイ、ええ、ギフトというおかけして、お別れです。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。<laughs> さ今ちょっと大丈夫かな？鼻息入ってなかったかな？はいえー、12月25日クリスマスの放送です。えー、玉木佳乃の布スタイルでございます。目の前にはね。今日ね、あのムーネー伸身が白のタートルクリーム色かなんかそういうのいいよね。ムネしんしんハイウエストなんですよ。 だからねこう、ちょっと今日インにしてタートルをこう入れてね、まあクリスマスのカラーで言うと、クリスマスのカラーってね、前ね、テーブルコーディネートの講座行った時に、あれなんですって、まず赤わかるでしょ赤、グリーン、ホワイトじゃん。そして、あのね、あともう一つがなんだっけあ、う,もう、結構あるの。ゴールド、シルバー、あとね、ピンクって言ってたよ。結構ありなんだって、こういうの。ね、なんかすごいですよね。<laughs> はい、すいません。ちょっと笑ってる理由をちょっとね、喋ります。 え、ラジオを聞いてらっしゃる皆さん、えー、リクエスト紹介します。メッセージの方。いきますよ。溜まってますよ。まず、タロイモさんから。さて、仕事戻りますよ。やってみよう、アフロヘア。ではでは、良いお年を。アフ、アフロヘアのあるね、ちょっとエピソードをちょっとツイキャスに向かって叫んでました。ユーストに向かってね。それの、お返しできてますね。リスさん。サンタカラーのボディーペインティングで駅前に立っていれば、女の子寄ってくるかな寄ってこないと思います。引きます。 でも、写真は撮ろうって言われます。あの、ボディーペインティングをしたリスさんをバックに遠くから写メで、後ろにこう、何気に入ってる感じね。あれいけると思います。そして、リスさんが、吉野さんの顔が一番のプレゼント。ですぐに、褒め殺しって書いてます。ねえ、私も褒め殺されてます。そして、リスさん、ワムはもういいからさ、死に暗いよ、歌詞が。みたいな。あ、そっか、ワムの歌詞ってそうだっけあ、ちょっと失恋っぽいのだったよね。あ、いいのごめん。なんかちょっと、あれ大丈夫 ラストクリスマス、去年のクリスマスに僕の心を君は捨てた、あそんな系だったっけ、歌詞の内容、大丈夫かけても、後から掛けようをパワーしてるけど、ごめんなさいね、いろんなこと思い出す方、私もね、22位の、えー、と冬にありますよ、いろんなこと、いろんなことありますよ、さっきのアフォルヘアにかかってきますけれどもね、さあ、それではあのメッセージの方も紹介していきますよ、ムーデー先生です,すがなびら。いいですね そしてメリークリスマス。あえてこの内側口から入るね、ような感じをぶっつぶす感じがいいですよね。はい。いいいいと思います。ムーネー先生や郵ンはい。玉木吉一応長郵ンって言うんだよね。合ってるこのね、私、方言の塾に行ってたわけ。あの沖縄市のとこに通ってて。そうなんですよ。今、ムーネー先生に向かって喋ってました。ごめんなさい。さて、2015年も世間ではあと1週間も切りましたか。私はあと 1> 1ヶ月弱ですかね <laughs> 個人的にはクリスマスより明日が楽しみ初競り用の錦鯉が入るのであなるほどさて学校も今日で終わりですかな 終わりですねうちの娘はね、えー、私は世間の年末年始は仕事をします、わかります、稼ぎ時なので、だよね、駐車場系もありますからね、ただ、休みすぎにも注意ですよ、それではまた来月、アディオスと、新しい言葉がじゃんじゃん入ってますね、ありがとうございます、そっかそっか、そうですよね、ネ先生はもう働き、えー、どころというか、年末年始が忙しいかもしれません、体調を崩さないように、ね、頑張っていただきたいなと思います、ネ先生、今年も本当にありがとうございました、たくさんのパワーをね、ネ先生は結構くれましたよ。 ありがとうございますそしてこちら吉野様メリークリスマスはいメリークリスマスです先週末東京で宝塚感激してきましたお行ってきたんですね久しぶりだったのでテンションが上がりましたよ部屋ものとショーの2本立てで楽しかったですいいですね沖縄の宝ジェンヌえ入団4年目住き直人さんのお初お茶会 初お茶会の飲み会も楽しかったです。あ、すごい。参加できたんだ。吉野さんの可愛い娘さんを宝ジェンヌにしてくださいな。応援団作りますよ。素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。また、リスナープレゼントよろしくです。ということで、ラジオネームまみたろうさんから届いておりました。ありがとうございます。宝塚ファンなんですよ。でもちょっとにわかファンっぽくなってきている最近。ね、行ってないですね。このもう十数年、ちょっと行けてないです。20代の頃はね、結構行ってました、私も。 はい、あの頃の人たちがもう女優さんになられたりもう対談されて別な活躍をされている方も多いんですがそうなんです沖縄からもタカラ・ジェーヌさんっていらっしゃるんですよ皆さんご存知ですか入団4年目の住月直人という名前で。 あのやってますっていうのは変ですけど私そんな知り合いでもないんですけれどもすごくあの個人的に応援してますねで何ごめんなさいまみ太郎さん聞いてますか何組だっけでそこだけがちょっとなんかわかんなかったもしよかったら教えてくださいねはいあのプレゼントの方にももちろんあの抽選に回しておきますよまみ太郎さん今年1年お世話になりました何度も通いましたねお店にもねまたパスタ食べに行きたいと思いますさあということでえー、っとえー、っと はい、ね、私もねすごいですよ今ね右手でパソコンの何ていうのこれマウスっていうのこういうのクリクリしながらさ <laughs> クリックしながらさ結構ねあの喋ってるんですよこういうこともね私ねようやくさ1年も過ぎてからできるようになったんですけどねすごいですさということでリスさんにとっては「えっ?」て書けるのって言うかもしれないでも今日しか聞けないわけ雰囲気で聞こう歌詞はもういい <laughs> ひどいひどいこんなパーソナリティいるワームに失礼だ <laughs> ワ,ム,だ、ね、ワ,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 ワムさんだよね え、サトシさんとかじゃないよね、ワムさんだよね。<laughs> ね、ふざけすぎるのもね、本当いい加減にしてください。さあそれいきましょう。ワムで、ね、ラストクリスマス。 さあ、時刻は12時50分を回りました。もうね、あのエンディングに近くなってきましたが、さあ、えー、一つね、あのえー、ご案内です。というのも、ぜひね、年末の疲れは年末のうちに。でも、予約取れるかわからないけど、私ね、先週の金曜日、実は行ってきました。聞いてらっしゃるかな吸い玉カッピングサロン未来の高子さん。先週、ありがとうございました。 とっててもあの疲れがあの取れれが取ほぐれましたねあの後ろまだちょっと何気にカッピングのこの丸々のやつはね背中にまだちょっとだけついてますけれどもねいやー気持ちよかったあの方はもう本当に神様かの神様の手かっていうぐらいのねたか子さん聞いてらっしゃいますかねあいやああ今たか子さんっていうのがその子さんに聞こえたのかな<ー>はい未来のたか子さん、はい A、にあの私やってもらいました。<laughs> 今ね、その子さんが、え、私、読んだって、スタジオに来てくれました、ね、いいですね。はい、さあ、むくみ、こり、疲れ、その原因は、リンパの流れが原因かもしれませんよということで、カッピングを使って体の不調を解決しま,し,ましょうというあ、こういったサロンがあります、沖縄市の中央なんですけれども、はいえー、メニューがふくらはぎ、背中、足、約40分でね、40分ですよ、2000円ということで。 2000円で私先週金曜日にやってきましたフェイスコース30分1000円ということでこちらはめぐみちゃんがもしかすると番組で紹介したかもしれないんですがとにかくさなんていうのかな自分自身の目をマッサージするんですよ足の裏とかをしてでもね人にやってもらうあの心地よさって言ったらないです本当にであのなんていううだろう いろんなこの体のこととか気持ちとかいろんなことをこうカウンセリングになるのかわかんないですけど、まあ、聞いていただいて、まあ、問診票っていうのも書きますよねじめ。なんかねこのたか子さんって今方とお話をして高子さんがやってらっしゃるんですよ。その方とお話をしてじゃあ玉木さんはそういうことなのかなっていうところで入っていくんですけどなんか彼女と話をしてるだけでもなんかねあのリラックスっていうか。 なんかこのハイビスカスティーを出していただきながらあのホクホクな感じでお話をこう聞いてもらってじゃあやっていきましょうかってゆっくりとこういうふうに入っていくんですけどいい暗さでねなんかね、まあ、本当にこうマンツーマンというかあのカ子さんと私しかそのお店の中にはいないので静かな雰囲気でこうやっていただくっていうあのね至福の時。 なかなかないね、ああいう時間って。あの、実は千葉の園子さんにご紹介いただいて、行ってきたんですが、もう園子さんが本当によかったって、もう背中からポカポカして最高だった吉野さんみたいな、絶対疲れてるでしょとか言われながら行ってきました。そうしたらめぐみちゃんも、いやいや、あの、うん、フェイスコース行ってきたんですが、もう最高でしたみたいな、それを本当に絶賛した、この放送が、あの放送を聞いた方も多いと思うんですが、いや私ももう本当にちょっとぜひとも番組で、言わ 言わせてくださいという感じなんですけれどもねはい、水玉カッピングサロン未来と言います沖縄市中央1-18-1番地ぜひねあのフェイスブックされてますのでこちらをぜひ、ね、クリックしてみていただきたいと思います年末にいいね場所をしたなというところで来年もお世話になりたいと思います高子さん本当にありがとうございましたそして昨日木曜日の担当シーズ はい、あのちょっと旅行に行ってきたということで、ね、お土産もありがとうございますそしてつかぴょんからも、ね、あのいろいろお手紙もいただいてますよありがとうございますしっかりと後ほど、ね、確認しますねそして今年度たくさんのメッセージをこの番組に寄せていただいた皆さんそしてツイキャス、ユーストからも、ねあのまあ、本当にいろんなツッコミを <laughs> 送ってくださったりあとコメント、ね、あの本当にもうこう瞬時に入れてくれてなんかすごく皆さんとこう時間を共有しているなというのがとってもう、ね、れしかったですねねいいです、ね、やっぱこれだよね。 バックナンバーのラスなんだっけクリスマスソングいいね、これを聞きながらお別れとなりますけれどもね、今年度の放送ラストとなります、はい、あのリスさんが、ね、これはツインキャスからのメッセージ、えー、ラストクリスマスかけるのやめてよみたいなことを言ってたんですが、かけちゃいましたでツインキャスはちょっと曲が聞こえないのであのイーアン・ベイトもってかけてたらめっちゃ聞こえちゃいましたよっていう感じ、えー、ラストメールを送り込みました <laughs> ありがとうございました。 あ、メールメールもなんか来てるあ、そうなのごめんなさい。えっ、ー、とね、えー、何が何だうんとんとん。あ美しい大人の女性、玉木様、乙女の心を持つパンの妖精、池城様、私はグッド、グ何、ね、?Google Earth で、えー、池城家を探すストーカー。え本名 OK、今も、えあびっくりしたあ、びっくりした。うん で玉木様、えー、と緑色の、ま、時間ある、えー、セーターは下は真っ赤な下着なわけないでしょうよ、えー。想像たくましい今日のクリスマスでは来年までご機嫌よう。これ誰なんだ送ってくださってるのは。ええゆきさん誰だ,だ合ってる今村さんでいいですかありがとうございます。私合ってる読み,読み方ね。吉野さん、聞いてますあす。お客様に中断してもらってまたメールしてるんだ。<laughs> もう 未来よりねごめんなさい、ね。あの名前言わない方がよかったんだよね。今聞いてないと思ってたんですが、ごめんなさい。でも本当にごめんなさい。高子さん、ありがとうございます。さあ、ということで残り30秒を、もうね、えー、皆さん、良いお年をねぜひお迎えいただきたいと思います。また来年からも、えー、主婦日のメンバーの番組、よろしくお願いしたいと思います。えー、来年は2 2016年1月8日の放送がスタートとなりますので、またあの正午お見えにかかりたいと思います。どなた様も良いお年を、今年も本当にどうもありがとうございました。それではまた来年、バイバイ。